皆さんこんにちは、大園秀樹です。今日の動画はリベットとボタンを打つところをやっていきたいと思います。それでは行きましょう。まず目打ちでリベットを打つ位置ですね。そこに下穴を開けていっています。で、普通は下穴を開けないでも全然その貫通できるんですけども、やっぱりその位置が若干、まあ、思ったところよりも、まあ、1ミリの半分ぐらいとかずれたりすることがやっぱりあるんで、まあ、それを避けるためにきっちり最初から下穴を開けて、そこにリベットの足、まあまあボタンもそうなんですけども、まあ、そこにボタン、リベットの足を通して、でそこにもう位置を決めた状態で打っていくようにしています。でうちのこの、まあ、打っている機械っていうのが、まあ、これがまあ手動のやつなんで、結構まあ力を入れづらいんですね。で、まあ、機械の手前のところを持って、まあ、足で思いっきり踏み込んだりしてるんで、ちょっとまあ見づらいかもわからないですけども、でそこを、まあ、全部6箇所ですね、打っていくんです。で、今打っているところちょっと見にくいんですけども、この間そのあれですね、あの帯の部分を縫い始めるところに、落としミシンっていうのをやったところを、埋めるというか、そこで隠すって言ってた部分なんですけど、ちょっと画像がちょっとちゃんと撮れてないんで、すいません、ちょっとそこは失礼します。で次にボタンなんですけども、でボタンは、さっき、まあ、ちょっといろいろごちゃごちゃやってましたけども、その向き、マークの向き、すいません、これ今ちょっと僕指がつってしまって、で、ちょっと間延ばしてるところなんですけども、でそのボタンを、打つ時に、マークの向きですね、向きを、まあ、僕的にはやっぱりちょっと、まあ、別にそんな誰も気にしないと思いますけども、やっぱり向きもきっちりロゴの向きを揃えたいんですね。でそれをまあ揃えるのに、まあちょこちょこ時間はかかってるんですけども、普通量産工場さんなんかで打つ場合はもうこの工程なんてもう一瞬で終わるようなところなんですけども、ちょっとまあそこはやっぱりこう位置に、まあ、すごいまあこだわりというか、やっぱりきっちりしたいんで、どうしてもまあ時間をかけてしまうという感じですかね。で今下のボタンを全部止めた状態で一番上のボタンの位置を決めます。でないとここを最初からもう適当な位置にやったりすると、前立ての部分が膨らんだりとか、いろいろまあまた支障が出てくるんで、でコマを変えて、でまあここも、ロゴがちゃんと上下左右きっちり合うように、ボタンの向きも変えてで打っています。でここまでで一応その工程としては終わりなんですけども、まあ、この後一旦、裏返しにして、で洗濯をします。で洗濯した後、乾いた後にまた割りアイロンからやっていきたいと思いますので、次の動画で、この1本縫うのは最終回になると思います。じゃあ、今日はここまでになります。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。今日もありがとうございました。